それでは難民キャンプでの水の状況についてご紹介してみたいと思います。水は飲んだり料理をしたり、そして清潔な環境を保つためにも決して欠かすことができないものですね。しかし難民キャンプではもちろん水は無限ではありません。一人一日あたり少なくとも15から20リットルの水を供給することを目標とし、こちらの容器、まあ、大体この容器1個分がその量に値するんですけれども、この容器1個分が1人ずつ配られているそうなんですね。しかし緊急事態の中では給水が限られてしまい、1日1人当たりわずか5リットル、この容器で言うと大体3分の1ぐらいですか、そのぐらいしか供給できないこともあるそうです。ちなみに日本の水洗トイレで水を流しますよね、ジャーッと。あれ1回ジャーッて流す量が大体この容器1個分らしいんですよ。そう考えると日本はすごい水使ってますよね。もちろん水の方安全に飲める水でなくてはいけませんから、このように水質チェックをするキットを使ってですね、しっかりと検査されています。また少しでも有効に使うため、水を入れる蛇口一つを取ってもこのように押さないと水が出てこないといった細かな工夫もされています。水に関してはですね、浄水、そして移送、貯水、そして配給といった一連の給水システム、これをねそれぞれの難民キャンプでしっかりと確立しなければいけないという課題があり、まあとても苦労するところの一つのようです。